うわー引っ張られる。うわー、これ耳に当てるとビーンって言ってますよ。これを、はい、あー言ってる言ってる。風の音が、風の音が聞こえるんですね。鹿児島のタコ揚げ愛好家で作る鹿児島タコの会の会長を務める鹿児島市の坂上春彦さん62歳。タコとの出会いは22年前のことでした。子供と一緒に吉野公園でしたけども、たまたま行ったんですね。そしたら大きな、これよりまだ大きい 3,4 メートルの六角ダコがボーンって何枚も上がってまして、それでうわすごいなって、単純にそういうことで面白いなと思ったら、たまたまその時が鹿児島タコの会の発会式だったんです。布団のクリーニング業を営む坂上さん、仕事の合間にも作れるタコに夢中になり、家には日本各地のタコが並んでいます。そこにある素材で作って、例えばこういうものは葉っぱですけども、これは頬葉ですよね。これで、どげんか上がらんかというふうにやっぱり思うんでしょうね。それでこれはつないでちゃんと上がりますし、向こうにあるのは今度は石垣島のクバという城みたいな葉っぱなんですが、それに糸目を上手につけて上がるタコ。この中に特別な思いがあるタコがあります。東日本大震災の被災地の子どもたちに遊んでもらおうと、去年鹿児島タコの会から宮城県仙台市のタコの会に1000枚のタコを送りました。この時一緒に送った記事で仙台の皆さんがタコを作り、お礼のメッセージを書いて鹿児島に送ってくれたのです。そして今、坂上さんは震災から1年となる3月11日に被災地の復興を願うタコ揚げ大会の準備を進めています。その一つが大ダコ作りです。1850が芯、そこで坂上さんが言うのは70ミリ、縦 7.5 メートル、横6メートル、畳20畳ほどの大ダコを会のメンバーらと作っています。そしてこの大ダコにはもう一つのイベントが。いきます、せーの。たこ揚げ大会ではこの大ダコに鹿児島女子高校書道部の生徒たちが絆の文字を書く予定です。自分たちが想像してたよりもスケールが大きくて、この気持ちが被災地の方々に届けばいいなと思っています。はい、3月11日のたこ揚げ大会は全国同時に行われます。鹿児島では鹿児島市の健康の森公園で行われ、地震が起きた午後2時46分に復興と慰霊の思いを込めてみんなでたこを揚げる予定です。たこ揚げ大会って、はい、みんな空向いて上向きますよね、はいはい、被災地の皆さんにも上向いてほしいって、前向きにっていうか、はい、そんな風にですね、今から先のことを忘れながらも頑張ってほしいという風なことがお互いにできればですね思いますけど。